ってことで京都に引っ越してきました。で、まあ、まだ引っ越してきて10日ぐらいしか経ってないんで、部屋の中ね全然片付いてなくて、まあ全然ってこともなくて、まあまあかな。まあでも結構片付いてないところまだ多々あって、あんまりお見せできないんですけど、まあこんな感じのところに引っ越してきました。ね、まあやっと一段落したかなっていう感じっちゃ感じですかね。まあ例えばこんな感じで、まだちょっとね机が届いてなくて、この辺に置こうかなと思ってるんですけど届いてないんで、今ねコンポスターの上に MacBook を置いて、でキャンプ用のあの机の上にいろいろ乗せて、でそこで今ご飯とか食べたりしてます。あとそう、自転車も買ったんですよ。あのパナソニックのハリアっていうやつで、2021年のモデルなんですけど、で、まあ、一応電動自転車になってて、でまあね、ちょっともうやっちゃったんですけど、ここねちょっとハンドル高くしてます。あの身長高い人はね、あのっていうかこういうロードバイクみたいなのに慣れてない人は前傾して結構きつくって、ですごい腰と股が痛くなるんで、で何センチぐらいかな、10センチもいかないと思うんですけど、まあ、10センチ弱かなぐらいちょっとねここ上げてます。ですごい今日乗ってみたんですけど乗りやすくなりました。あとそう、冷蔵庫も買ってて、まあこれもねやっと届いたって感じでね、結構かっこいいグッドデザイン賞かなんか取ってる冷蔵庫で、ね、すごいデザイン気に入ってます。で今ねちょっと注文中なんですけど、ここにね大きい棚をちょっと作りたくって、で、まあ、またね DIY の動画次撮ろうかなと思ってるんで、まあ、ちょっとこうご期待ということで楽しみにしててください。まあてな感じでちょっとね短い動画になってると思うんですけど、まあ、引っ越してきましたよっていう現状報告だけで、まあ、今回の動画は締めくくらせてもらおうと思います。では。カブめっちゃ好きやんと。アスカ、アスカで同じアスカで。おまかみたいな大きさしてます。長袖、長ズボン履いてくるの忘れちゃった。その中をしてる。君はまた寝ていたよね。嘘はやめて。と口うるさく言ってたでしょ。君が嘘をつくの。間違ってるよ。全部流してない。